この表情、フィギュアスケートの選手たちが明日のエキシビションを前に練習に臨みました。フィギュアスケートの羽生結弦選手、海外の選手たちとこのポーズ。戦いを終えた選手たちはリラックスした様子です。練習には宇野昌磨選手や宮原聡子選手も参加しました。大会最終日の明日、エキシビションが開かれます。金メダルのアリーナ・ザギトワ選手、銀メダルのエフゲニア・メドベージワ選手など成績上位の選手が出場します。オープニングとフィナーレには出場するすべての選手が参加。練習ではキレのあるダンスを披露しました。また羽生選手はロシアの振付師から送られた幻想的な曲に合わせてトリプルアクセルも披露しました。エキシビションは明日午前9時半から始まり、羽生選手は一番最後に演技します。また明日よろしくお願いします。